さんこんにちは。本日は大阪府大阪市にありますホテルマイステイズプレミア堂島へ宿泊へ来ました。本日の動画よりナレーション付きでお送りします。中に入るとまず見えてくるのが大阪を代表する老舗ジャズクラブミスターケリーズです。今日は僕が参加している井上陽介トリオのライブでした。ちなみに当チャンネルの BGM もこのトリオの演奏です。それではフロントのある2階へ移動したいと思います。2階に上がってまず見えてくるのがパーソナルトレーナー付きのジムバディです。エスカレーターをぐるっと回って奥へ行くとフロントが見えてきます。待合スペースも広くて清潔感のあるホテルですね。今日泊まる部屋は706号室です。部屋の隣には自販機があります。アルコール飲料は少なめですが、1階にファミリーマートがあるので買いに行けばいいですね。それでは部屋へ入ります。笹井さん誰やねんと思いましたが、あのカードのおかげで外出中もエアコンつけっぱなしでも大丈夫そうです。マイステイズの特徴でもあるウォールナット色の家具で統一されており、若干和モダンな雰囲気が出ております。部屋の広さやベッドの大きさも一人で泊まるには十分でした。当チャンネル恒例ベッドの硬さチェックです。今日のベッドも程よい硬さで快眠でした。枕元には小さな読書灯もあります。反対側の枕元にはタバコは吸わないんですが、今日は喫煙室だったため灰皿とコンセントが2口、照明の調節パネルなどありました。部屋の一辺を全部使った机は広くて快適で、デスクワークなどもはかどりそうです。しませんけど。引き出しには各種充電器が揃っていました。これで充電器を忘れても安心です。机の下には電子ケトル、お茶のセット、
金庫などありました。隣の扉を開くと冷蔵庫、中の仕切り板を外すと2リットルのペットボトルも立てて入れることができます。お隣は空気清浄機。最近これを見ないホテルはありませんね。それでは洗面周りを見てみましょう。こちらもマイステイズの特徴である白と黒を基調としたモダンなテイストです。ウォシュレット付きのトイレ、アメニティ類もほとんどのものが部屋に揃っていました。シャンプー、これはボディタオル、カミソリ、ヘアブラシ、シャワーキャップ、歯ブラシ、綿棒など様々なものが揃っていました。ドライヤーの風力もいい感じでした。ちょっと高級そうなシャンプーやリンスなど、シャワーの水圧もバッチリでした。安定のクオリティを見せてくれるマイステイズグループ、とても快適なホテルでした。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録、高評価、よろしくお願いします。